日本トラスティサービス信託銀行株式会社はかつて存在した大和銀行と住友信託銀行の共同出資により設立された日本の信託銀行の一つである。日本で一番長い名称の銀行であった。信託財産残高は288兆7882億円。資産管理特化型信託銀行として主に年金信託。 証券投資信託に係る有価証券等の管理業務やカストリ、元利金支払い事務等、資産管理に係る信託業務及び銀行業務を行う。2018年10月1日、水保 FG 系列の資産管理サービス信託銀行と持ち株会社方式で統合し、JTC ホールディングスの子会社となった。2020年7月27日、 JTGHD 及び TCSB を吸収合併し日本カストディ銀行に解消。資産管理サービス信託銀行は2020年7月27日に日本トラスティサービス信託銀行を存続会社として j t c ホールディングスと共に吸収合併され日本トラスティサービス信託銀行は日本カストディ銀行に解消した。ありがとうございます。